イギリスの王権から離れますと言ったよね。それのことについてその人のインタビューがイギリスで約1時間半になったんや。だからエリザベス女王も出てきて、こんな騒ぎを置いて誠に申し訳ないです。私ピンとこないやない。何やってんだよ。ネピリムの問題よ。次。日本人がわからなくてもアメリカ、ヨーロッパの人は、その番組見たら、ネピリムが慌て惑ってるのはすぐわかる。今そこまで来てる。2024年までにトランプはどうするか。ネピリムの問題です。そして2030年、食料の問題。水がなくなる。次。この前、プラスチックが、細かいプラスチックが、ナノプラスチックって言うんですが、もう海をどんどん怪我してる。魚はそれを食う。空飛ぶ鳥もそれを食うって NHK が、これまた1時間かけて詳しくやったんですよ。ということは、ネピリムの流れと、本来の地球人の流れ、もっと言いますと、ネピリムの流れと、本来の地球人の流れが、ぶつかってると分かるわね。これが数日前の先のイギリスの元イギリスの王子様の奥さんの血統の問題。そういうことなんです。だから日本人はさっぱり分からない。なんで分からない？正統ユダヤの国だから。ネピリムが狙うのは正統ユダヤを潰すことだよ。ここから大事なことや。だからこれ貼ってもらった。上にこの絵踏み丸と書いてある。これ日本のタブー中のタブー。彼は東京裁判に呼ばれて出廷せなあかん日に、どこのが。彼自身、第一次、近衛内閣総理。第二次、近衛内閣。第三次、近衛内閣。だからこれ1937年。そして、1940年。1941年、昭和16年。この昭和16年12月8日に日本はアメリカとの戦争に入っていくんです。1時、2時、3時。そして戦争が終わりかけた1944年やったか45年やったか、近衛文麿は元総理として天皇のもとに行くわけです。皆さん椅子に座ってくはって、足を前にちゃんと出してくはってありがとうございますが、この時、この近衛文麿は足を講演したんです。天皇の前でそんなしいませんで、ね。昔、貴族で一番上は公や。公、公、伯、子、男。男爵というわけ。伯、だ、ごめん、公、公、伯、子、男。この近衛は一番上の公や。だから公来て、天皇の前で足をしてやって。日本は戦争に負けますよ、と。このままではとても勝てませんね。天皇に公正合わせ言うたんや。そんなことつい言う人は誰もいませんでした。この絵は言ったんです。この絵家でなんや。昔の藤原氏なんです。皆さん藤原氏歌は藤長の道長とか藤原のあの何々とか藤人やとかいろいろ知ってますが、その人たちは、ここで正式に申し上げますが、ネピリムの流れなんです。何のためにネピリムはこっちやってきたのか。さっきから言ってるように、日本における正統ユダヤを叩き潰さめよ。もっと分かりやすいから、正統ユダヤによる日本支配を具体的に言うと何や、天皇家なんです。だから天皇が、つまり男性の天皇が初めて天皇になし、なさるときに、嫁さんが送られてくるわけよ。ねえ、皇后とか女王。こう、何ですか、行為やとかあったじゃないですか。どんどん送って子供を産ませる。で、その女の人と天皇家との間に子供ができたら、娘を、つまり女の人を送り込んだ家は、曽祖父になるわけです。俺が天皇の親だって形になるね。みんな藤原ですよ。だから皆さん平安時代っていうのは藤原の時代って言うじゃない。みんなそうなんです。で、ネピリムの藤原は何や？ネピリムなんです。天皇家を乗っ取ろうとしてますね、ずっと。しかし、天皇家は頑として、その血統を守った。これが日本の真相だ。加えて、天皇家が、その血統を守る中で、
最後の最後まで背を身をぶった人は誰だ？後醍醐天皇だ。だから後醍醐は自分の男性の子供たちを日本中にばらまいた。やがての時代のために。正統ユダヤの血統を守るというのが後醍醐天皇の大事な願いだったんです。そんな俺は聞いて信じられへんなとおっしゃる方が本当ですよ。僕先ほど、チア牛についてお話した。そのチア牛の村へ入るもっと前に高速道路で落合というところがあるんです。で、落合で降りて、車でずーっと行くと中国山脈の上に出る。日本の中国大山脈の一番上よ。そこ行ったら、大きな桜の木がある。千年以上経ってる。なんでそんなところに千年以上守ってる人がおる。家族を挙げて先祖以来、それを守り続けてきてるわけです。後醍醐天皇が沖へ流されるときに、そこで休憩なさった場所なんです。桜の木が千年経っても生きて守られてる。後醍醐天皇がなんかわかるでしょ。後醍醐天皇を知ってる人たちは命をかけて時間を超えてそれを守ってるわけです。お花見の時、桜の花が咲く時3月の生か4月ぐらいですが、ずーっと見上げますよ。車でいっぱい。そんなとこ行ったら帰ってこられ。ものすごいですよ。逆に、後醍醐天皇は沖に流された。皆さん知ってらっしゃる通り、やがて楠木正成なんかが立ち上がって、藤原氏の力を抑えるわね。その時に天皇がそこ、いわゆる沖の島から解き放たれて、本国へ帰ってくる。その時に、やっぱり逆に山脈を越えて山陽に降りてなあかん。その時に後醍醐天皇が座った石って残ってます。我々から見たらそんなアホな、本当。だから生きた歴史を知っている奴がおる。そういう人たちが先祖以来、不死を守ってきたのよ。この人たちは、イスラ、ユダヤ、十二部族と言いますね。ユダヤは十二部族。そのうちで、大事な一族がおる。十二部族のうちの一つで大事な。これが、レビなんです。レビ人。あるいはレビ族と言っていいでしょう。ここで全て打ち明けて今から言うのは大事なことや。天皇家はレビ族なんです。天皇家はレビ族。つまり、創造主なる神、天地の創造主なる神の前に人間を取りなす役割をしたんです。これがレビや。王家はユダ族です。それも続いてる。だから日本の本当の天皇家、例えば僕は絵の具なんか書かせていただいて、これが表の政府で、これは裏の政府って書くでしょ。その裏の政府を全部やってるのが本当の天皇家です。これはユダ。今の天皇家はレビ。だから牛に会いに行ったわけです。つまり、レビ族が牛を犠牲にしておったから。だから天皇が戦争終わった昭和22年にそこ行ったわけです。同胞です。ああ、来てくれはった！だからあの写真見たらみんな喜んでるわけです。二年前まで荒人神と言われたような人ではないですよ。もう喜んでるわけです。どんな道路を通っていったのか、どこで止まったのか、どんな方の列車に乗っていったのか、大変ですよ。それでも東京から山奥へ行きます。僕みたいなアホは、三時間半かけてその肉食って、三時間半かかって帰ってくる。それだけや。その代わり僕のようなもん行ったら、そこのレストランの人は、ああ、宇野先生来てくれはったわー言って歓迎してくれるんです。僕は別にレビビとかどうかわからない。だけど、すごいですよ。その中で生きてる人たちがおるわけ。ある時私たちは都会集まって、そして人間はもうみんな都会で繁栄して、経済的繁栄やったんです。自分の血統とか自分の素性とか、自分の人生の目的やとか、わからない。だから戦争に負けて、ガーンと正統ユダヤは叩きつくわけですが。こちら見たら、この絵はそれを待ってたわけです。ほんで天皇が戦争を負けかけた時に天皇のとこ行って、先足をベラーとして、日本は間違いなく負けますと言ったんです。その記録残ってます。そしてこの絵は、
自分が天皇になる。つまり、ネピリムが正統ユダを取る。